長井松蔵特命全権大使として、長井松蔵3月5日から1957年4月19日は、日本の外交官、外務次官、中ドイツ大使、IOC 委員、貴族院議員、現在の愛知県名古屋市に、長井松江門の長男として生まれる。1895年に高等、市販学校尋常中学科を卒業後、私立東京英語学校を経て、 第一高等学校、東京帝国大学を卒業。1902年に外務省入省。天津、ニューヨーク、ワシントン DC に在勤する。1912年2月に中サンフランシスコ総領事、その後、ーベルギー大使、1930年12月から1932年5月まで外務次官中ドイツ大使などを歴任する。 1913年に設立された整形中学の理事には岩崎小谷田、今村茂造、高木健次らと共に理事に名を連ねている。在ロンドン大使館に勤務していた1919 19年にはパリ講和会議に西恩寺金持ちらの随員として参加した。1926年から1929年まで国際連盟日本代表。 1930年のロンドン海軍軍縮会議、1935年の同第2回会議に全県委員として列席した。1937年に第12回オリンピック東京大会組織委員会の事務総長に就任した。東京大会は戦火の拡大により1938年7月に開催が返上されてしまうが、 長井は1939年6月にロンドンで開催された国際オリンピック委員会総会において IOC 委員に選任された。1940年4月から1942年3月まで日本ハンドボール協会第二大会長を務めた。1946年貴族院直選議員。第二次世界大戦の終結後は全日本体育会から日本が 世界のスポーツ界に復帰する手段について検討を依頼された。長井が GHQ を通じた IOC に紹介したところ、すでに日本オリンピック委員会は IOC からは承認されていないこと、また各競技の日本国内団体もそれぞれの国際競技団体から除名処分を受けていたことが判明した。1947年6月には同月。 開催された IOC ストックホルム総会の開催通知を受け取るも出席できず、翌年1948年1月に開催された IOC さんもリッツ総会にも GHQ から渡航許可が出ずに出席できなかった。同年7月に開催された IOC ロンドン総会には資金難から渡航できず、ようやく1949年4月に開催された。 IOC ローマ総会に出席した。この時の渡航費用は松本滝蔵がハワイの日系人社会に要請した募金により調達された。1950年5月開催の IOC コペンハーゲン総会にて IOC 委員を辞任した。1931年4月に君一党随法賞。1934年4月に君一党旭日大受賞を受賞。 ありがとうございます。